おはようございます。釣り子 TV です。これね、レゼルブ。ねえ、レゼルブの、これ、見てください。キャスティングの限定カラーがですね、店頭に並んでいるのを見つけたんで、一つ買ってきてみましたよ。これね、マダムキラーで間違いないんじゃないかななんて思うんですけども、お一人様一個でね、売っていたんで、思わず、買ってしまったわけなんですが、これ、あ、やっぱそうですね。DSK マダムキラーって書いてありますね。レゼルブのね、限定カラーがあるっていうことで、あ、まあでもどうせ、買えないだろうななんて思ってたんですよね。したらね、ちょっとね、フィッシングショーに向けて、いくつかカタログもらいに行けないかななんて思って行ったらね、これが陳列されていて、一つ買ってみたわけなんです。で、まあね、ただね、限定カラーって言ったらなかなか、限定カラーだななんていう感じで、まあ、レッグワームのミミズカスタムなんかも実は自分持っていなかったりするんで、あんまりね、ピンと来てなかったというか、っていうのはね、限定って言ってもね、飛びつかないんですけど、これはね、すぐに飛びついちゃいましたっていうのが、こちらキーポンシールですね。これね、一番大切なねボックスなんですけど、なんとこの中にじゃじゃん、ジョイクロがたくさんおります。でね、ジョイクロの中で好きな色がこれなんですね。これもね、キャスティングオリジナルの、マダムキラーね、だいぶ魚も釣ってフックサークルもねついてね、で浸水もしていないので、でね、これ針つけないでね、取ってあるんですけども、ほんとね、このね、マダムキラーっていうのがね、すごいこれでよく釣れたから、すごい印象がいいんですよね。で、尺腕なんかもね置いてあるんですけどね、これも尺腕のキャスティング折りカラーみたいな感じで置いてあるんですが、ちょっとね高いんで買えねえなーなんていうのがあって、で、まああとはね、こう川村浩太郎さんのカラーまあ、この秋ね、めちゃくちゃよく釣れたのがね、この白色のね、このカラーね、これ釣れてすげえ活躍してくれたなって。まあ、ここら辺は針がついていて、で、これはね、釣り場でスプリットリングとかフックとかいっぱい、釣り場にも持って行ってますんでね、その時の雰囲気で、これね、チューニング用の重りも今つけてないので、現場でいろいろ調整して使えるようにっていう感じで、こう、一個いるんですけども、まあ、このカラー、すごい好印象。で、これはね、キラキラしてるんですけど、これの、このね、透明系のね、マダムキラーっていうのも、あったりして、自分はこのギランギラン系が好きだったんで、こっちの、マダムキラー使ってるんですけども、というわけで、そんなね、印象のいいマダムキラーが塗られたレゼルブが売っていたということで、こうね、早速開けていきたいと思いますよ。これケースかっこいいですよね。なんかね、青木大輔プロのこの青色が基調としてあって、ディスタイルって書いてあって、はい、まあ今真冬ですけどね、こういうのがボコボコに釣れる夏をイメージして開封していきたいと思います。はい、いやー、久しぶりに新品ね、1個だけ持ってたね、これレゼルブがちょっとね、引っかかったの無理やり取っちゃって、こう片手がね折れちゃったんですよね。自分の不注意でですね、ギュッギュッてね外したらね、あれ片手ないと思って、片手なくてもね結構いい波紋出してくれるんで、それでも使ってるんですけども、まあさすがにちょっとね新品1個欲しいなと思って、で背中にはディスタイルって入っていて、あー、これ超釣れそうですね、この色はいいなぁ。で、透明でちょっとオーロラみたいな要素がキラリーンとあって、こんな感じのカラーでございます。で、レゼルブね、自分の場合は投げて、このままね、ただ引きでもすごいいい感じで泳いでくれるんですけども、自分は結構一点シェイクで使うことが多いです。なんでいつもあれシェイキングしてんですかなんて言われるんですけども、まあ、その場で、誘い上げたいから一点シェイクしてるんですよね。こう泳がし、まあ動く限界ゆっくりのスピードでこう引っ
張ってくるっていうのはもちろんね有効だと思うんですけども、どちらかというとあのリザーバーとかで釣りをすることが多いので、岸際に投げて、でオーバーハングの、まあ、センターあたりでよく食ってくることが多いんで、ただねバスは結構奥にいてみたいなので、奥に着水させて、でそこからシェイキングしてこう1点でこう波紋を発生させながら、食わせのそのオーバーハングの一番外側のエッジのところに来たらちょっとステイして、結構ねよくねクリアな時見てるとじーっと見てるんですよね。でシェイキング、どうしよう、シェイキング、どうしよう、まあ魚が、あなんだなんだ虫じゃないやとか魚じゃないやってこうプッてね視線をそらした時にちょっとねシェイキングするんですよね。そうするとフッて見るんですよね。でまた、あ魚じゃないや虫じゃないやって行こうとした時またちょっとシェイキングする。そうするとフッと見る。でこの魚とねこのだるまさんが転んだみたいな感じでね、どんどん距離が、近くなっていくんですね。で抜群のタイミングで見るのやめたチチって感じでね、うまいことをアクションを入れることができると、そこがガオってね食いつくっていうね、こういうねバストのなんていうんですかね、だるまさんが転んだみたいな感じの釣りとか、やるのが好きで、まあそれでねこのねレゼルブね、よく使うんですよ。でまああとはねリップがついてるわけじゃないので、この辺の羽がうまいこと避けてくれるのかね、針こんな感じでむき出しなんですけども、結構ねきついとこに打ち込んでも結構ちゃんと返ってきてくれるっていうイメージがあって、非常に使いやすいなって思ってね、なんかねほんとシルエットとかバランスとかいろんな要素がひっくり返ったりとか絡まってたと思うんですけども、思いのほかなくならないね。まあもちろんレンタルボートとかで釣りをしているので、まあ、引っかかったら取りに行けばいいんですけども、ただまあ取りに行くとポイント潰れちゃったりしますから、ね、なんかねその障害物回避性能がこんな形なのに非常にいいなっていうね、そんなところもお気に入りで、まああとはねこの絶妙なサイズ感ね、ほんと、コンパクトで、使いやすいサイズということで、まあ改めてなんですけども、裏に説明が書いてありますかね、ゆっくりとしたシェイクアクションで誘えるベイトフィッシュライクな小型トップウォータープラグ、あ、まあやっぱシェイキングアクション OK なんですね。弱ったベイトフィッシュが水面でもがいているスローアクションを出すための羽ですが、羽という捉え方でなく、数匹のベイトが絡み合っているというイメージ、シェイクによるもがきアクションだけでなくただ巻きによるバタバタアクションも可能、止めてよし揺らしてよし巻いてよし、あらゆる誘いができる食わせのトップウォータープラグです。製造元ジャッカルね、はやぶさ社製フィナフック、仕様ということで、青木大輔プロのね、全てねこのはやぶさの針がついているし、でねジャッカルでルアーは作っていて、で、キャスティングでオリジナル限定カラーっていうことで、まあ、いろんな要素が絡み合ったなかなかスペシャルなモデルなんじゃないかななんて思ってね、一つ買ってみました。まあ使うのはどうかな、ちょっとね自分あんまり冬はさすがにやっぱりトップウォーター投げる頻度は、だいぶ少ないというかほぼ投げないので、3月過ぎて4月とね、あと5月のアフタースポーニングぐらいですかね、もうバスが疲れてポカーンって浮いてる上でそのシェイキングアクションで、あーなんだあいつ食いやすそうだなみたいな、釣りで投げていこうかななんていう風に、考えております。まあ何にしても、こんな感じのねキャスティング、オリジナルカラーなので、どうでしょうか、ネットとかでも在庫があれば買えるのかな、あのキャスティングオンラインみたいなのもありますからね。青木大輔プロ、いよいよアメリカねチャレンジが始まってきておりますので、もう大活躍ね、祈願してね、こんな感じでルアーね、ディスタイルのルアーとかいっぱい買ってね、応援できたらななんて思うんですけども、というわけで本日の釣り子 TV はこちらですね、ディスタイルのレゼルブ、それのね、キャスティング限定オリジナルカラーのマダムキラー、この色を買ってきてみたいな、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。